わら市長のよりたかひでおです市民の皆さんには日頃より市政の推進にご理解とご協力をいただきありがとうございます今回は第75回わら市成年式の延期についてお話をさせていただきたいと思いますわらの成年式は終戦の翌年まだ日本全体が敗戦による虚脱状況にある中で 時代をを担う若者を激励しようと全国に先駆けて始まったものです今の,のコロナ禍も世界と日本そして若い皆さんに大変な困難をもたらしていますがそうした中で大人への第一歩としてしっかりと感染防止対策を講じながら立派に成年式をやり遂げることが発祥の地にふさわしいと考え 二部制にするなど何としかしながらこの間新型コロナウイルスの急速な感染拡大により緊急事態宣言の発出が避けられない状況となる中で苦渋の判断ではありましたが新成人とご家族市民の皆さんの安全と感染拡大防止を最優先に考え 1>, 1月11日に予定していたわらびの青年式を延期することといたしました。そして、発祥の地わらびとして、中止ではなく延期という形をとって、改めて新成人の皆さんを祝福し、仲間と交流できる機会をぜひ作りたいと考えています。新型コロナの収束は依然として見通せない状況ではありますが、 ワクチン接種がある程度進んだ後の今年の秋に第75回わらびし青年式を開催したいといいとううふうに思います新成人の皆さんはコロナ禍の中で仲間となかなか触れ合うことができなかったり収入が少なくなったり将来への不安であったりいろいろと大変なことがあると思います。今回の 青年式のの延期もその一つだと思いますしかしぜひ新成人の皆さんにはこうした困難を乗り越えてそしてそうした経験があったからこそその後の人生がより充実したものとなったと言えるよう頑張ってほしいと願っています成年式発祥の地である蕨はいつでも若い皆さんを応援する町ですそんな蕨の市長として 私はこれからも若い皆さんを応援していきたいというふうに考えています。最後になりますけれども、明日7日にも、国から埼玉県を含む1都3県に対し、緊急事態宣言が発出される見込みとなっており、埼玉県からは、県内の飲食店に対し、午後8時までの営業時間短縮の要請。 そして県民の皆さんに午後8時以降の不要不急の外出自粛の要請が出されています今まさに感染拡大を抑える上で大変重大な局面を迎えています市民の皆さんには自分の命と大切な人の命を守るためにこうした埼玉県の要請にご協力いただくとともに引き続き 手洗いやマスクの着用、3密を避けるなど、感染防止対策に取り組んでいただくよう、心からお願い申し上げます。